はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。あのね、先日、紹介させていただきました、こちらの泳ぐラッコ工作、やっぱり作ってみたいなということで、こちら、制作したいと思います。はい。じゃじゃん。開けてこう。で、部品が、ちょんちょんちょんと。まあね、そんなに時間がかかるものではないとは思うんですけれども、一応ね、手元にね、ここにはニッパー、カッターナイフ、それからドライバー使いますと書いてあります。はい、ニッパー、カッターナイフ、ドライバー使いますと書いてあります。ここのところで私は一応ニッパー、カッターナイフ、ドライバー、それとね、一応なんかの時で使ったらなと思ってラジペンもここに用意してあります。ではシールは最後に使うから、よいしょ、この中に入れとこう。で、早速やってまいります。部品の切り方、ドライバー、グリス、はい。で、使うギア、使わないギアありますね。でまずギア1番のギアの選択から始めたいと思います。で、いきなり袋これ開けたら、これじゃないギアはこっちにありました。はい、タミヤさんだからね、多分ね、これね、原寸で書いてあるでしょ。横から見た図と縦から見た図、原寸だね。これね、説明書のね、この図のところ、ここね、この図のところに原寸で書いてありますんで、ラジコンと一緒、そのままね、上にピッとこうギア、ちょっとちっちゃくて隠れちゃうな、手に、うん、乗っけてあげればそのギアが分かります。で、説明書で使うギアを今私が避けていきましょう。2段のそれと次が3本入ってたよ、3本入ってた、これか、これ、これ、はい、それと4本入ってたよ、これか、これ4つ使います。使わないギアも一応確認をして、分かんなくなってもね、嫌だからね、このまま使わない、それとこれもね、これも使いませんと、これ使わないギアもね、ちゃんと絵で描いてくれてるのが分かりやすいね。この3つは使わないギアなんで、そのままくるくるっと袋に入れて、ここに入れておきます。で、部品の切り出し、 N の6番から、ギリをそのまま落としてもいいんだけど、どうしようかな、今ちょっと離れてたのを切りました。やっぱこんなゲートとかを気にするものじゃないんだけど、大丈夫だね、説明書と同じ向きに並べてやっていきますよ。で、シャフトは今度はこっちだね。これも使わない。シャフトはこの中のシャフトだね。1.5の18mm が2本、
縦の18ミリに円の3番これだ、ストッパーを押し込みますと。説明書で何ミリとか長さは特に書いてないんだけど、ストッパーの位置どこにしましょうっていうのは説明書に原寸で載ってますので、そこに合わせてもらえば多分問題がないかと思います。ちょっと一番最初ね、ギュッて入れるとこに力が必要ですね。ピニオン入れる時とかと一緒で、ここね、ここの原寸で、ここに原寸が書いてあるので、そこにこう合わせてピッとこうやってもらえれば長さが固定できるかと思います。はい、原寸で入れて、でここに今度はまた絵がついてる、こうなってこのギアにシャフトが通って、で、ここの穴、この穴だな、この穴に来て、次がこれが4本のやつ、4本のやつ、これだ、これがここに来て、こう来て、ここだね。ああ、なるほど、これの前に、これを入れる前にこれを先にやらなきゃならないんだね。そしてここが一番下が、上がこっち、下がこれ、はい、上がこっちゃ、円の7番出し、失敗した円の7番先に切り出しとか、大丈夫だ、当たった円の7番を切り出して、よいしょ、これをここにはめると、3×15 のタッピングビス、これも説明書に同じ大きさ書いてあるんで合わせてみて、それがここでギアボックスを止めると。
一番最初の六角シャフトに押し込むところがね、ちょっとお父さん手伝ってあげたけどいいかな。あとギアかませるときにね、ちょっとそこのバランスとかを、結構それでもね、ギアも結構余裕のあるギアなんで、これはここからピニオンでこう回るのね。はいはい、了解で、これで2番まで終了。次は3番エンチケースの組み立て、 A の4番これかな。ここのところはね、考えられてるよね、配線が一切いらないんだ、これこのキット。うん、よいしょ、 A の4番これだね。はい、あ、これ電池先に買っといた方が良かったのかな。電池まだ買ってないんだよね。後からバラすの大変かな。で、ターミナル、はい、これがターミナルがここに刺さります。はいはいはい、キュンと、うん、刺さって、それからよいしょ、この針金がね、ターミナルになるんだけど、これが設定の代わりだね。でここにキュッと入って、よいしょ、うん、収まった。はい、来ました。で、ここのところに今度は圧のように取り付けますって書いてあった。引っ掛けるんだね。引っ掛けて、次にターミナル、1、先にターミナル A に取り付けて少し出しておくと取り付けやすいです。はい、これね、これを出し、引っ張り出して、で、モーターは、プラグは、回転方向はどっちでもいいのか、引っ掛けて、引っ掛けて、はい、つきました。で、オーリングのちっちゃいの、これ、あ、これね、あれだね、オーリングは何個入ってるんだけど、ターミナルにつける前にオーリングあれした方がいいね。で、グリスグリスグリス、ネジネジってやって、はい、グリスをつけて、これはね、防水のためのグリスだね。探して何とかいろいろやってるうちに、よし、グリスで防水のためのグリス、よいしょ、そして、これだ、次は、で、このカバーを、まだゲートになってる、で、ちゃんと引っかかってね、引っかかってて、
よし、でここまで来た。次は、このケースにオーリングの一番大きいやつを入れます。取り付け位置に注意、説明書にちゃんと、なんか落とした、あ、大丈夫だ。取り付け位置に注意ってやつは書いてあります。この辺ね、この辺ね、あ、どこだ、ここだ、取り付け位置注意。はい、説明書しっかり読んでいけば間違うことないと思います。よっ、入れ込みます。これに対してこっちが上に来て、電池のケースがこうで、ここの、あ、ここにパチンと入るのね。あ、ガッチリだ。はい、入りました。はい。そしたらここの先っぽのところにピニオンをつけます。ピニオンはPの1番。1番のピニオン。これだ。このピニオンをポンと切って、この時ね、ほんの少しだけこのプラパーツとの間に隙間を空けてくださいっていうふうに書いてます。このプラパーツとの間ね、ほんの少し空けてください。がっちりつけちゃうと多分抵抗になって回らないんだと思う。少しでいいと思うな、うん、開けて、でここで電池を本当なら入れます。単4電池あったかな、ちょっと見てくる。はい、ですね、単4電池ちょっと探してみたんですけど、ごめんなさい、今日持ってませんでした。ということでこのまま空のまま作っていきます。キャップを閉める、クリクリクリ、キャップを最後まで閉め込むとスイッチがオンになり、これを緩めるとオフになるんだなるほど、どうして、あー、ここのこの後ろについてる突起がここを押すんだ、このスプリングを、それでか、なるほど。ということでちょっと緩めに閉めておきます。はい、ここが終わったら次は今度こちらのところにギアボックスを取り付けます。あ、ちなみにね、単4電池の、スイッチモーターだと単3のタイプよりも一回りちっちゃいです。ほら、わかるかな、一回りちっちゃいです。わかんないかな、手で隠れちゃう、ほら、ちょっとちっちゃい。はい、それに今度はギアボックスがつきます。普通の大きい単、あれだね、大きいスイッチモーターだと単3電池が入るタイプなんで、はい、大きいモーターついてね。でこれがこういう向きに対して、上のこの突起でここに空きが両方あって、向きに注意、こうだね、これがここに刺さる、刺さる、そしてここに、よいしょ、あ、そのままいけばいいのか、パチンと、ギュッと、ちょっとね、ぬるっとした感じのプラスチックっていうか、素材なので結構防水性もあるんじゃないかな。ピタッとつきましたね。でここでギアボックスがついた、スイッチモーターが完成。ここのところはね、スクリューじゃなくてギアボックスになってるっていう。はい、でこれに今度はクランク等をつけてきます。で黄色いパーツも登場かな、うん、そうだね、B の1番 B ランナー、これだ、
いやプラスチックは柔らかいからね、切ったところもね、切りっぱでも全然なんかトゲトゲしたりしてないな。これ子供が触るのにはいいわ。うん、ここにこっち側が入って、反対側に C の4番 N C C C ランナー、これはこれだ、 C の4番よいしょ、はい、入りました。そして C の5番、はい、 C の5番がここにギュッと刺さります。よし、刺さった。 OK だね、うん、はい、はい、ラッコちゃんの形ができてきたよ。で、次がフロートをつけます。 B の3番、お、ボディですよ。コンビニで買ってきて最後入れる。で、フロートを入れて、これでこうの、こう向きだね、ギュッと入った。で、これをここにビスで止めると、はい、頭のこう向こうか、こういう向きか、こういう向きで止めると、次は尻尾の組み立て。尻尾 C の1番、これだね。C の1番にペロンペロンっていう、これをね、これをここにつけて、これを挟み込むようにして別のプロパーツで止めると。 C2 番、ヒレがこれ、ヒレの向きはどっちだ、この向きがつかないもんね、ここに挟むか、はいはいはい、ついた。そしてここにオーリングを挟み込んで、はい、で、クリスをちょっとしまっとこう。もう11番まで来た。うん、次12番、これに C の8、それから、C の3番、プッシュリベット、これだ。あー、なるほどなるほど、これで止めちゃうと、もうこれが入ると中で広がるんだ、押し込むと。プラでこんなことができるんだ、すごいな。
で、ここにプッシュのリベットでこうやって、うんうん、こうやってこうやって上からピンを押し込むと中で広がると。ギュッと、あ、広がった。ほうほうほう、見えるかなこれ、広がってんの。で次がこれを本体に固定する。こう来て、これがこう来てプッシュリベットピンで、ここもそうだね、ここもプッシュリベットピン。ここは奥まってるからドライバーで押し込めと書いてあるんだね。あ、爪でもいけた。はいはい、おお、ついたついた。とクランクが死ぬな。こう見えるようにやるね。でこっちに、はい、でここが終わって、次が腕の取り付け。もうだいぶ形になってきてるよ。あ、腕をはめ込むだけじゃん。 C の6番が足の付け根だね。これがここにパチンと、B の2番、はい、してあんよですね。あんよをこれもプッシュリベットピンで止めてきます。そっか、尾びれと連動してアンヨが動くんだ。なるほど。このプッシュリベットピンってすげえな。これちょっときつく、説明の時気づかなかったけど、すごい画期的な止め方だ。はい、でこれであとシールをあれしたら完成ですね。ちょっとシール貼るかい。あ、しかも自立する。このシールを貼って
はい、組み立てます。まあ、あんよから行こうか。外周よりも小さくなってるシール、剥がれにくいよこれ。いいね。逆にね、角エッジまでビタビタのシールだとね、この辺の使うものは絶対剥がれちゃうから、ちょっと内側に貼ってあげた方が絶対この物持ちが良さそうだよ。自立してくれるから貼りやすいよね。はい、ここは結構ビタビタな。よいしょよいしょ。はい、わー、貝が払った。で、一応貝持ち上げた時にも下にも貝があるので、貝を2つぶつけるからね。貝だったり石だったりね、両方ともちゃんと貼らないとね。よし、よいしょ。おー、来た。先に鼻からだね。目は最後だね。結構丸いところにきっちり追従してくれるじゃん、このシール。いい。よし。で、黒いお花。これ素材が特殊だからね、全部色を塗って作ろうと思ったらミスターカラーとかではちょっと無理だね。色塗って作る人はこれはアクリジョンをおすすめするよ。この手のプランにも乗りそうなのってアクリジョンぐらいだからね。乗らない、なかなか難しいかなこれは。で、面目を貼って、ほっぺのピンクがあった。ほっぺのピンク、ほっぺのピンクは貼る位置難しいぞ。おお、かわいい。ほっぺのピンクはどこに貼るんだ。これはなんか貼る位置とかが綺麗に書いてないから大体の位置でいいんだね。はい、完成。あ、箸壊れてる。はいはい、これで完成でございます。できました。できました、ラッコちゃん。はい、スイッチを入れます。よっ、ほら、
ね、フリフリしながら、あ、今旋回モードになってんな、これ。はい、ということで、はい、ラッコちゃん完成いたしました。これから遊びたいと思います。はい、三宅模型では、各種 SNS、YouTube、いろいろやってございます。YouTube の方はね、チャンネル登録、それから、高評価いただけましたらモチベーション上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、各種ではありますけれども、土曜日の夜にね、生配信もやっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。うるさいね。